はい、こんにちは。田中宮やです。私ですね、フリーランスでライター、構成作家、リサーチャー、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、このチャンネルでは普段私が目にしたニュースであるとか、私が生活していて思ったことをお年とし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、本日取り上げたいトピックは、最低賃金がもし1500円になるとどうなるか。 ということについて時間の許す限りお話しさせていただきたいなと思っています。えっと衆院選が始まりまして15日から、えー、あの各与野党がま自民党もそうですし他の党もあの2020年の間に特に政権取られている自民党の方が2020年中に。えー 最低賃金全国で1500円にしたいと石破茂首相がおっしゃってるんですね、公約を掲げたということなんですけれども、でまあえー、当初は、まあ、岸田文雄さんの時は、2030年代半ばまでに1500円にしようというような計画で進めようとしていたということなんですけどそれをちょっと前倒しして、2020年代のうちにやるっていうようなことをおっしゃっていると。 あのー、でこれに関して、あのー、いろんな、えー、各,あ各党という、まあ、党というよりかはその与野党が今一緒に言ってることなんで、あのーまあ、各経済界とかから懸念の声が上がっていたりとか、えー、一般層の方々も、えー、これちょっと無理なんじゃないかっていうようなことを言ってる方々も多いということなんですね。あのーまあのま あの経団連の,あの新並会長経団連じゃないかもしれない、えーとえー、新浪会長さんサントリーの、えー、方はあの、まあ、絶対これはやってほしいともし1,500円にできない企業はそれは淘汰されるべきだみたいなそれを言ってるわけじゃないかもしれないそれに近いような発言をされてるかと思うんですけれどもで一方中小企業特に地方で、えー、いる、えー、首都圏以外の、えー、企業の方々中小特に中小企業の方々はいや えそれは無理だと懸念の声を上げているというような、えー、企業も多いとなぜかっていうとその潰れて、あのー、まあ倒産につながってしまうんでそので中小企業が地方だと特に今でももうそんなに年収が首都圏と比べると高くないし最低賃金もようやく1,000円超えたみたいな都道府県が多いんであのー。 ななかなかその今で約1,000円を超えたのに2020年代中に1,500円にするっていうなるとそのただでさえあの収益が少ないのに地方企業はえ人を雇えなくなってしまうと1,500円以上払わなきゃいけないっていうんだったらその人を雇えなくなってしまうんで結果としてその多くの人が職を失うことになるんじゃないかっていうようなことをえ懸念事項として挙げられているということなんですけれども。 えー、これに関して私が、えー、思うどう思うかっていうとあこれちょっと冒頭で申し上げ忘れたんですけど浅川津さんっていう僕がよく、あのー、拝見している YouTube の方がユーチューバー r の方が、えー、この件についてお話しされていてでその方々って、あのーまあ、もう一方お話しされてたんですから朝川津さんともう一方、えー、その方が、あのー、そのお二人とも 朝川津さんもその話し相手となっていたお二方ともまあ,まあ一応氷河期世代って言われてる世代の方々らしくってえでまあダイレクトにそのえまあ氷河期世代って本当にフフ運が悪くて僕はちょっとかすってるぐらいなんですけれどもえと運が悪くてそてなかなかその職人 バブルが崩壊してその後で就職活動で長い低迷の中で就職活動をやってた世代なんであの大企業に、えー、入れるよあ入れるそれ前のその前の年代とそれ以降の年代だったら入れ大企業に入れるような人材だったのにあの不況の煽りを食らって、えー、入ることができなくってで正社員になれなくてっていう人も多く出た世代なんでもしその最低賃金が1500円になると その世代、あの若い世代は、すごいいいことだと思うとおっしゃってたんですね。えー、そのまあ20代とか30代になったばかりの人とか、えっと、お金がどんどん入ってくるんでいいと思うんですけれども、あのー、それより、ただ最低賃金が1,500円だと、それより上の年代とか、それより好き、あのー、リーダーとかやってる立場の人って、それよりもっと上じゃなきゃいけないじゃないですか。 賃金が普通に考えるとえ下より下の年代が1,500円なら下の年代というかえ下のポジションの人間が1,500円だったらえ上の立場の人間は1,500円で雇ってたらえっってなっちゃうじゃないですか。なんで自分たちよりえ全然差がないのかもしくは自分たちの方が大変な仕事をこなしているのにえ給料がちょっと変わらないんだみたいなことになってくると。でそうなってくるとえやっぱりその。 会社からちょっと、あのーまあ、これ以上は雇えないって言われてしまうので若い世代と,、えー、と若い世代と上の年代ってどっちかになってくるとそのやっぱり上の年代が、えー、首を切られてしまうっていうような事態になるんじゃないかってことは浅川さんであるとか他の、えー、まあ浅川さんじゃなくても他の経済界の方とかもおっしゃってる人たちい,、えー、いらっしゃって。 えそれで思ったことはあってうんまあ僕個人の考え方なんですけれどもこれはちょっとえいやこれ本当に批判もあるかもしれないですけど僕個人はまあ別に2020年代はえちょっとえ早急だとしてもこれ絶対やっていかないとえそれはいけないかなって思ってるんですね。 多分2020年代中に千5 0 0円にするっていうのはちょっと厳しいと思うんですけど、これなぜ1500円って言ってるかっていうと、多分、欧州とかアメリカとかがもう、最低賃金がもう、日本の為替レートで考えると1500円とかもう2000円とかいっちゃってるんで、そこに、日本としてはそこに合わせないといけないっていう考えから来てると思うんですけれども、ま、まずそこ、そのままあの1000円とかで言っちゃうと、あの、それこそその、え経済的に日本人がどんどん貧乏になっていくし、 え働き手も、えー、少なく、あのなんか移民とかも、えー、経済移民とか、まあ、移民してくれる、えー、優秀な若手の外国人とかもいなくなってくると、えー、いうことになってしまうからその上げていくっていうような上げていかないといけないっていうのは多分政府の方針だと思うし経済界もそうだと思うんですけれども、まあ、僕個人もその、まあ、怖い部分はあるにしろ あのまあ絶対賃金的なものは上げていかないとえ好循環ってえ生まれないんじゃないかなとえ思っていますえただやっぱりそのありを食らう煽りを受けてしまうそうっていうのがやっぱりそのえ若,若い世代かえ中高年かってなってくるやっぱり中高年になってくる割合って大きいんじゃないかなって思ってるんでそこに対するセーフティーネットであるとか 保証であるととかっていうのは、えー、ちゃんとやってていくってやっやぱりそのスキルがある人にはちゃんと、えー、した、えー、お金をあげるっていうような、えー、の整えてから、あのー、若い世代若い世代とか最低賃金のことってやってった方がいいかなっていうふうに思うんでただそのこの最低賃金をあのー、上げないままいくっていうのはちょっと非現実あんまりにちょっと非現実的かなって思うんで。 えー、ここはまあ,あのまあ2020年代中にやるってなっていくるでも物価の上昇率が2%なんで年間、まあ、7%とかそんなふう風になってきちゃうんですねだそれはちょっと厳しいなと思うんですけれども、えーまあえー、これはやっていかないといけないなと個人的には思っていてただその僕自身驚いたのが総裁選で解雇規制を緩めるって言った小泉進次郎さんがその解雇規制を緩めるって言った途端に あもう雇用の流動化っていう言い方したと思うんですけどもそれを言った途端にもう大バッシングを食らってあのすごい評価が落ちてしまって党員からのでまあ結果としてもう首相目前まで行ったのにえまあ総裁になれなかったっていうような事態が起きててあこれ僕すごいこれ結構みんな受け入れるかと思ってたんです僕すごい僕世間連れしてるのかなともその時思って。 あ、これ受け入れないんだって <laughs> 思ってしまったところがあったんですよ。あ、これダメなんだって。えー、みんな結構その労働者の方って、ああ僕も含めて給料を上げたいと思ってたと思うと思うんですけれども、えー、だったらやっぱりその、えー、雇用の流動化っていうものは必要だとは思うんですけれども、 それを言い出すことによって、えー、こうああなってしまうっていうことに、えー、なったんだったらやっぱりそこに対する、えー、危機感っていうのはやっぱり強いのかなと、えー、一般層の中では、えー、僕以外に含めてそう思ってる人って多いのかなと、えー、改めて改めてというか初めて初めてでもないと思うんですけど認識させられた次第なんでやっぱりその1500円っていうものに対していやこれをやってしまうと、えー、どんどん失業者が出てしまうっていうのは。 あるとは思うんですけれどもただ僕個人としてはやっぱりそのもうやっぱり会社とかに頼ってえー僕がフリーランスだからそう思ってるかもしれないんですけどもえ会社とかに頼ってその何て言うか給料を上げていくっていう時代ではないかなっていうふうに思うんでやっぱりその自分でえある程度はえ学んである程度スキルをつけてえ自分で上げていくっていうような マインドになっていかないと、えー、これからはちょっと、えー、厳しいんじゃないかなと思うしもしそれがただそれができない人ってもう絶対いると思うから、えー、別に仕事を重視人生において仕事をすることを重視してるわけじゃない人もいると思うんでそういう方にとってはやっぱりそのあのー、まあ節約しながら、えー、お金をかけないで楽し生活を楽しむっていうスキルを身につけるとか。 えー、どっっちもあっていいと思うんですよ、えー、稼ぐっていうス,、えー、スタイルでいくか、えーえー、あ,のあんまりお金をかけずに生活するのを楽しむスキルを身につけるだとか、えー、僕個人としては両方やれると思うんで2等を終えると思うんでこのことに関しては、えー、それをやっていくっていうの,の方が多分その多分この1,500円であるとか、まあ、1,500円じゃなくてもいいんですけどもああの最低時期を上げていくっていうことになっていくると絶対その。 失業者ってていいいうのは増えていくんじゃないかなかある程度は増えていくんじゃないかなと思うんででただそれを下げあのやめさせようとしてもであの解雇規制にしても雇用の流動化にしてもそれをやめさせようとしても多分それこそそれそのやめさせるとか止めさせるって行為自体がちょっと僕は非現実的じゃないかなと思ってて多分そうなっていくと思うんですよ自然と。であるならその変に危機感を抱いてしまうよりかは。 そのまあ、えー、僕以前合理的に生きるのがいいって言ったじゃないですか、えー、人個人としてはやっぱりそ,のそこにアダプトしていくようなそれをそうなるって見越してアダプトしていくっていうような、えー、やり方を取った方が、えー、僕個人としてはいいんじゃないかなと思うんでそのまあ1500円ってなるのに備えて、えー、まあ、えー、日本円で持っていたお金を投資インデックス投資にするでもいいですし お金を稼ぐ能力を身につけるでもいいですし、節約する能力を身につけるでもいいですし、やっていくっていうふうにしていった方が、僕個人としてはいいんじゃないかなと思うし、日本としてもそっちの方が、長期的な視野で見たらいいんじゃないかなと思うんで、1500円というか、2000円でも3000円でも上がるんであれば、 同じ時間働いて1 0 0円、800円しかもらえなかった昔より、昔のアルバイトより全然いいんじゃないかなと、えー、僕自身は思うんで、えー、そうですね、私、これが私の意見となっておりますが、皆さん、えー、どう思いますでしょうかちょっと私、世間知らずだけか,かもしれないので、いろんな意見聞ければと思っております。えー、この動画、ご覧いただきましてありがとうございました。 もしこの動画が良いと思った方は高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。